はい、こんにちは。今日は、パイプタバコの、レビューの方をやっていきます。で、前も私言ってた動画で言ったことがあるんですけども、私パイプタバコ1つ開けるのに1ヶ月くらいかかりますので、だんだんと今開けてるタバコが少なくなってきてます。開けてるタバコでレビューしてないのがだんだんなくなってきてるので、パイプタバコのレビューはだんだんと遅くなるか、もしくはここ1週間2週間でドーッとやってちょっとピタッと止まるかもしれませんが、ご了承ください。新しいのは今あるやつ消費し次第ですね、徐々に開けていきたいとは思ってますので、遅いながらもゆっくりとやっていきたいと思います。まあ、次回以降はですね、レビューの方はもらい物のタバコが多くなるかと思います。で、そんな前置きはとりあえずとして、今日ですね、紹介したいパイプタバコはですね、これです。マクバレンのミクスチャー、スコティッシュブレン、スコティッシュブレンですね。はい、では早速ですが、スモーキングパイプス .com の方ですね、の方の説明文ですね。マクバレンのスコティッシュ、ですね、マクバレンのスコティッシュミクスチャーは、マチュアードバージニアとゴールデンブラウンバレー、ゴールデンブラウンってこれなんだろう、ゴールデンブラウンのバレーか、そのままか、ゴールデンブラウンのバーレーのレディラブドからできている。で、キャンベンディッシュ&ルーズバージニアハズビンアーズで、それにキャンベンディッシュと緩いかな、ほぐしたかな、バージニアが、加えられている。マイルドで、ライトなアロマティックブレンドですっていう形ですね。という内容です。なるほど。で、早速ですが、スモーキー、あ、じゃなかった。タバコレビュー .com ですね。の方の説明文です。ブランドはマクバレンです。マクバレン社。で、当然作ってるのはマクバレン社ですね。同じく。で、ブレンドタイプはアロマティックにブレンドされ、ジャンル分けされていますね。で、入ってる歯組は、さっき言った通り、バーレー、キャメンディッシュ、バージニア。で、フレーバーはですね、アルコール、リキュール、その他ってあるんですが、おそらくですね、スコティッシュミクスチャーなので、スコッチ関係かな、と思います。で、カットはミクスチャーなので、ごちゃ混ぜですね。早い話が。はい。見えるかな、こんな感じです。なんか、レディラブズだったり、リボンみたいになったり、なんか、ごちゃごちゃになってる感じかな。はい、こんなですね。はい、で、ちょっと気になるのがタバコレビュー .com のとこに、ミクスチャー is made from more than 35 different tobacco leaves from different parts of the world だから、ミクスチャーは、35以上の異なるタバコ葉、世界の異なる場所からの35以上の異なるタバコ葉からできていますということで、結構いろんなものが混ざってるみたいですね。そっか、もしかしたらこれ私物によって若干味が違うかなって感じてたんですが、そのせいもあるのかもしれないですね。はい、じゃあちょっと続けますね。で、パッケージングは 50g のパウチ、多分日本ではこれだけかなと思います。で、海外だと 100g の缶と 200g の缶もあるのかみたいですね。で、国は、国は、DK だから、デンマークでいいのか。そうだな、デンマークですね。はい。で、あ、間違って消しちゃった。ちょっとお待ちくださいね。ミクスチャーと、これだ。はい、すみません、続けますね。で、まず強さはマイルド、フレーバーもマイルド、
で、味もマイルドとミディアムですね。ルームノートはまあまあといったところですかね。はい。では、早速してみたいと、吸う前に、匂いの方ですね。フレーバーはあんまり強くないように思います。なんだろうな、甘いっていうよりもなんだろう、お酒かなのような匂いがします。そこになんかタバコ特有のなんだろう、不臭じゃないですけど発酵臭みたいな匂いがしますね。はい。では早速吹かしていきたいと思います。よいしょと、よいしょ。私このパイプ持ち歩きにしてます。パイプじゃなかった、このタバコ。はい。で、今日使うパイプはこれです。うまいですね。なんだろう、どう表現したいだろうな。ですね、タバコの甘みというか素朴さをそのまま失わないまま、フレーバーが少しついてるっていうような感じですね。もっと。アロマティックタイプではあるんですが、前紹介したダンタバコのブルーノートみたいに着光がすごい強いっていう感じではないです。そうですね、タバコの味がどっちかっていうと強いかな。そこにちょっとほんのり甘めに、なんか洋酒っぽいような香りがついてるような感じでしょうか。エアコンがびっくりした。はい。そんな感じですね。これはですね、そうだな。初心者のパイプスモーカーは割といいかもしれません。ただ、私はこれ、確か2つ目か3つ目くらいに買ったやつで、結構気に入ったので、パイプ始めた方でも、結構好きな人は好きじゃないかと思いますね。タバコの甘みっていうか旨みみたいなのも感じられますし、タバコがどれが主張するっていうのはなんかバランスが取れてる感じですね。確かこれ割と安いんじゃなかったっけかな、日本でも。マクバレン、デンマーク。
そうですね、1230円か。そうですね、安いですね、やっぱり。割と。まあ、そういった意味でも初心者の方もとっつきやすいんじゃないですかね。高くないですし。はい、ということで今日は、マイクタバコの、あれ？レビューでした。あらら、ないか。あ、そっか、そっか。はい、では今回はこれで動画を終わりたいと思います。コメントですね、何か要望やご意見等々あればですね、何でもコメントしてくだされば嬉しく思います。ではまた次回、何か動画を上げたいと思います。ではまたお会いしましょう。